As to Joseph, Jesus' father, in Mark, the Bible, it writes that they call Jesus Mary's son instead of naming his father. In Matthew, it writes that the townspeople call Jesus the carpenter's son, again, without naming his father. In Luke, it writes that, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Hiroshi Hayashi understands that Joseph did not even exist, or he was a concocted father of Jesus Christ. ゴスペル、つまり新約聖書の最初の4章である福音書、マタイ書、マルコ書、ルカ書、ヨハネ書にはイエスの父親のヨセフの名前は一切出てきません。マルコ書では皆はマリアの息子とは呼んでいたが、イエスの父親の名前は出てきません。マタイ書では町の人たちはイエスのことをただ大工の息子と呼んでいただけで、父親の名前は書いてありません。ルカ書では、そしてイエスはヘリの息子のヨセフと思われているが、その息子として30歳の年齢で自分の存在を始めたとあるだけです。ただ、別の並行した話によれば、不信心な隣人たちは、イエスはヨセフの息子であり、ヨセフの父親も母親も私たちは知っていると言及しているとあります。福音書の内容を並べて考えてみると、イエスの父、ヨセフなる人物は、もともと存在しなかったということになるのではないでしょうか。いくら神をファーザーと呼ぶ世界であっても、マリアの夫の名前が明確でないというのは、どう考えてもおかしいですね。つまり、私、林博士は、ヨセフというイエスの父親は、キリスト教が作り上げた架空の父親であったからだと判断しています。博士林、ハーママシティ、ジャパン。私が最初に疑問に思ったのは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、この絵を検証していた時のことです。中央にマリアとイエスと思われる子供が描かれています。そして三人のマギと呼ばれる賢者が取り囲んでいます。そしてそのさらにその周りを、その様子を見て人々が驚いている様が描かれています。で、この絵を見ていた時にですね、どうして父、ヨセフの姿はないのか、まあ単純な疑問なんですけども、考えてみれば大変おかしなことだと思います。マリアとイエス、しかしヨセフは描かれていない。と言っても、中世以後ですね、ヨセフの絵はいろいろな場面で描かれています。この絵では一番右側に描かれています。古い絵から順に拾ってみました。これはマリアとヨセフの結婚式の模様だそうです。そしてこの絵の中では、実はどれがヨセフなのかよくわかりませんけれども、多分向かって右側、後ろに立っているのがヨセフでないかと思われます。これはレンブラントが描いたヨセフの夢という絵なんですけども、ヨセフの姿はですね、ほとんど黒で塗りつぶされています。で、明るくしてみますと、かすかにここに、まあ男性らしき像が描かれています。まあレンブラントはこのような形でヨセフを表現したということになります。で、最初の福音書の内容に戻りますけれども、聖書の最初の、まあ、4冊をですね、福音書、ゴスペルというんですけれども、その中のマルコ書の中ではですね、マリアの息子と呼ばれていただけだと。そして、マタイ書の中ではですね、大工の息子と呼ばれていただけだと。で、続く、ルカ書の中では、イエス自身は、ヘリの息子のヨセフと思われているが、その息子として30歳の年齢で自分の存在を始めたとある。と。まあ、そのように、まあ、ルカ書の中では
まあ、肯定的に書かれてはいるけれども、はっきりとしてないと。まあ、しかし、他の書の中では、いわゆるヨセフという名前は出てこない。いわゆる、まあ、ヨセフという父親の存在は否定的であると書かれているわけですね。ということになる、なっているわけですね。となると、ヨセフというのは本当にいたのかということですけども、一つ大変興味深いのはですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に、まあ、ヨセフの絵を描いているということなんですね。で、これがシスティーナ礼拝堂の内部ですけども、天井画が描かれています。で、その中の一枚にヨセフの絵が描かれているというわけですね。これはヤコブとヨセフと書いてあります。ヤコブ、またの名はイスラエルという名前なんですね。いわゆる、まあ、ユダヤ人の、まあ、大先祖であるということになります。で、どちらが、ヤコブで、どちらがヨセフかということを迷ったわけですけども、まあ、もちろんこの人が、まあ、ヨセフということはありえませんよね。まあ、見た感じ、女顔だということです。となると、左側がヤコブということになるのでしょうか。で、その後ろにも、もう一人の女性が描かれています。まあ、これをどう解釈したらよいかということですよね。で、まあ、標準的と言いますか、常識的に考えますと、向かって左がヤコブであり、右がヨセフということになるわけですけども、ちょっとついでに脇道にそれますけども、左が修復前です。右が修復後です。目に注意してください。左の方はですね、目が縦線一本だけですね。つまり、レプタリアンの目ということです。しかし、右の方は微妙に修正されているのがわかります。まあ、このような形で修正を重ねることによって、歴史が作り上げられていくということですね。いわゆる、まあ、私たちが知っている歴史が作り上げられてきたということになるわけです。向かって右側の目、つまりこの人の人物の左目にも注意してください。微妙に修正されているのがわかります。大きくしてみるとわかりますね。まあ、このように、まあ、私たちの知っている歴史は、捏造されてきたということですね。長い歴史の中で少しずつ、まあ、捏造されてきたということになります。話を戻します。で、このシステムの礼拝堂のヤコブと、ヨセフの絵なんですけども、向かって左側が私はヤコブと判断しました。というのは同じような絵をですね、ミケランジェロが別のところで描いているからなんですね。上はヤコブとヨセフ、下がですね、アブラハムとアイザックとヤコブと、それからユダということになっていますね。下には、まあ、つまりヨセフはいないわけです。ところが絵の構図、それから、まあ、全体の感じは全く同じなんですね。となると、下の向かって右側の人が、これがヤコブではないかと。まあ、両方こうの中で、まあ、最大公約数的にね、同じ人物を、まあ、ヤコブと判断したわけです。絵の表現の仕方も同じですね。となりますと、ヨセフは向かって右の方にいるということになるわけですね。システム礼拝堂の天井画の中では向かって右側の方にいるということになるわけです。しかし、ここに描かれているのは、まあ、女性顔の、まあ、ヘンチクリンな髪の毛をした人物なんですね。が、ここに一人人物が隠れているんですね。まあ、これが、まあ、一つの隠し絵ということになるのかもしれませんけども、ここに一人の人物が薄暗い感じで描かれています。これが先ほどのラファエロの描き方と共通しているわけですね。で、この人物を拡大していますと、子供がどうやら手をですね、この人物の顔に行ってますか、首に回しているように見えますね。となりますと、これがヨセフということになるわけです。そしてその向こうにいるのがイエスということになるのではないでしょうか。と、私、林博は判断しました。まあ、ミケランジェロはこのような形で、ヨセフを描いていないというわけではないということですね。で、この人が、ヤコブがじろーっと、まあ、陰鬱な、まあ、視線でそのヨセフを見ている。あるいはその女性を、らしき人物を見ているということになるわけです。となりますと、この人はマリアということになるわけですね。ヨセフのそばにいるからマリア。そしてその向こうにいるのがイエスと。まあ、そのように判断できるということです。となると、右下にいる子供は、ヨマでもなくバプティストのヨハネということになります。と、私、林博士は判断しました。それにしても、暗い、とっても暗い雰囲気ですね。まあ、これが神々の世界だということです。で、ダヴィンチの絵の話を戻します。なぜダヴィンチは、まあ、聖母子と言いながら、聖母子を中心に描きながら、ヨセフを描かなかったかということですよね。まあ、1500年後の、まあ、イエスの、操り人形芸術家を通して、イエスはこうした姿勢を示したというふうに、私、林博士は考えています。つまり、もともと、まあ、イエスの父親のヨセフなる人物は、
存在すらしなかった、つまり架空の人物であったというふうになるわけです。それが私の考えということ、考えていますかね、結論ということになります。では続く動画をどうかご覧ください。とっても面白いですよ。Bye for now. This image is shown here by Michelangelo Buonarroti represent Jacob and Joseph of Matthew chapter 1:15-16, or that is to say that the man on the left side is Jacob, grandfather of Jesus, and the man on the right side is Joseph, father of Jesus. However, I, Hiroshi Aishi, never think so, since the man on the right side looks like a woman with a very strange eye. Then, please ask yourself who the man on the right side is. This video is about this mystery. ミケランジェロはここに書かれているのは左側にイエスの祖父のヤコブ、右側にイエスの父親のヨセフと説明しています。そのように書かれていますが、本当にそうでしょうか。右側の人物はどう見ても男性です。それに目がおかしいですね。では右側の人物は一体誰なのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初に戻って画面を見ながら説明します。ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたヤコブとヨセフの絵だそうです。でこの左にいる人物がイエスの祖父のヤコブということになります。そして右側にいる人物がイエスの父親のヨセフということになりますが、どう見てもおかしいんですよね。互いの関係は完璧に冷え切った感じがします。そしてこの右側の人物はですね、男性なんでしょうか。これは修復前の天井画です。でやや見にくいんですけども、右側の人物に注意してください。イエスの父のヨセフということになっています。本当にそうでしょうか。ミケランジェロ自身もですね、これが誰であるかわからないままこの絵を描き与えられたのではないでしょうか。でこの人物の目を見ていただきたいんですけどもね、右が修復後の、絵ということになります。この人物の向かって左側の右目ですね、瞳が縦線一本だけになっています。つまりミケランジェロはですね、ダヴィンチもこの手法を使ってますけども、この人物は少なくとも人間ではない、もっと言えばですね、爬虫類型の人間であるということを示しています。でアミタバ・アユスさんという方なんですけども、阿弥陀仏命と、翻訳したら良いのでしょうか。アミタバ・アユスさんからですね、こんな情報が届けられました。この右側の人物はですね、アダムの創造の中に描かれている女性と顔が大変よく似ているのではないかとです。で私の方で調べてみました。若い若くないの違いはありますが、鼻の形など雰囲気全く同じですね。つまりこの両者は同じと見ます。そして左側の人物には女性の胸がありますから、女性ということになります。となると右の人物も女性ということになるのではないでしょうか。左の絵はですね、左右反転しましたから左右の目が入れ替わりましたけども、左の人物も
縦線一本の瞳であるように見えます。白い四角で囲ってみました。この目に注意してください。特に右の方が分かりやすいですね。縦線一本だけの瞳です。で、修復後の絵を見ていただきます。これが修復後の絵ですけれども、やはり修復後の絵でも縦線一本になっているのが分かります。いくら修復でもこの瞳だけは変えられなかったということになるのではないでしょうか。となるとですね、右下の絵はですね、これはヤコブとヨセフではなくて、左がヨセフ、そして右がその妻の聖母マリアということになるのではないでしょうか。そしてその二人の関係はパーフェクトに冷え切っているということになります。ミケランジェロはその中央にですね、ヤコブとヨセフと書いていますけども、こうした絵画はですね、ミケランジェロ自身は書いていません。その上の神から書き与えられたということになります。ですからこうした間違いミスはシスティーナ礼拝堂の天井画には、たくさんあるということですね。この絵にしてもですね、左がアダムで右がエルシャダイということになっていますけども、左はキリストです。そして神がアダムに命を授けようとしている絵ではなくてですね、まさにキリストが神とですね決別している絵ということになります。それについての動画は別のところで説明しましたが、となるとですね、右の人物もう一度見てください。この神は要するにアヌ王ということになるわけです。となるとこの奇妙な枠の中に表現されているこの人物は異難なマリアということになるのではないでしょうか。つまり左側の人物はイエスの父のヨセフ、右側の人物は一応イエスの母のマリアということになります。そしてヨセフとマリアの関係はまさにこのような関係であったということになります。According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshihayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, the creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林博氏の解釈はこの解釈とは
全く違ったものです。広し林市浜松市ジャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵でカペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところであると。左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになります。が、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますからやや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。なおついでですが、ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井画にアダムの追放と題した絵を描き残しています。この絵がその絵ということになりますが、向かって一番左にいるのがアダムということになります。そしてその下にいる人物がイブということになります。イチジクの実と葉っぱに注意してください。で、中央にラミアがいます。そしてその左にカインがいて、その妻のアワンが描いてあります。
で、その絵の中のアダムですよね、一番左のアダムの顔とですね、先ほどから紹介しています、アダムの創造の中に描かれているアダムと比較してみます。もし同一人物であんならば、アダムの創造の中に描かれている左側の人物はアダムということになります。注意深く比較してみてください。で、むしろ今の絵の中のですね、右から2番目が、カイン、キリストということになります。それは別のところで証明しますが、ともかくもこの人物がアダムでありイブということになります。生命の木に手をつけようとしているというわけですね。そしてラミアですね、ラミアイコールマリア、マリアというのはラミアのアナグラムです。あるいはその逆かもしれません。そしてカイン、キリストと、一般設定はですね、このカインはカインではなくてアダムというふうに説明されています。アダムが追放されるところだというわけです。ところがこのカインとして描かれて、アダムとして右から2人目ですけども、人物はですね、キリストの顔と同じです。いわゆるシスティン礼拝堂の壁画の方のキリストの顔と同じです。で、左がアダムの追放の中に描かれているアダムということになります。そして右がですね、アダムの創造の中に描かれているアダムということになります。が、この両者はですね、向きが違いますけども、見た感じ全く別人であることが分かります。鼻の形に注意してみてください。左の方は尖っています。右の方は反り上がっています。鼻の形が違うということですね。すなわち左がアダムであんならば、右はアダムではないということになるのではないでしょうか。少なくともこの両者は全く似ていないということです。皆さん自身の目で比較してみてください。横顔ですけども、別人であることがこれで分かっていただけると思います。つまり少なくとも右側の人物はアダムではないということになります。では、この向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの奇数学、つまり十一種ゲマトリアによればキリストを意味します。十一種ゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。クライストシンプルゲマトリア77ですね。すなわち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77は十一種ゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすければ暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通してここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この2人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。
ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナムマラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナムマラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナムマラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない、どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or period of skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But the question is that, why did King Christdraw such a picture in the mural of the Last Judgment. In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish geometry. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo's just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures orPaintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans.In other words again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages
given from God to humans. Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity, yet continue to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒つまりマラノスでした。広志林浜松市ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。で、ここを確認しておいてください。左が十字架そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけどもあれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で、検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。がこの2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテつまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけども本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神つまりイエス・キリストの向かって左側右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが私林博はまさに人間と神が離れようとしている
場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはり、シゲナムマラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにテータ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグラムマラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システム礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバフォメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システム礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ギャマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり十一種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと読むことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この77、50、27をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたようにもう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸なわち O です。これ、まあ、V と O ですね。で、この V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは私は I と読みました。 I、V、O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。で、つなげて読みますとイボットと読むことができます。これはボスニア語で Alive、 生きている、あるいは Life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。
correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくは、ユダヤ・ゲマトリアによればですね、77、キリスト、50、聖書の27、会という意味です。全体としては、Christ is Biblical King、 つまり、キリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカシナの戦いの絵です。で、そのコピーということになります。弟子が描き写したということになっています。この絵の中には、左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。で、この隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でも、ジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアに、よって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね、そして27は、カインという意味です。カインですね、いわゆる、聖書に出てくるカインですけども、で、もう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ベブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。で、この3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して、私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で、口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて、77はキリスト、50は、聖書の、そして27は、27が、カインという意味です。口述の動画の中では27、聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。で、その752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。で、この77なんですけども、今言いましたように、ユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で、5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと、77、すなわち、キリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、この絵の中に、キリストという文言も隠し込んだということになります。大変知的能力の高かったと言いますか、人間離れした知的能力をですね、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして、T ですね、イボットです。イボットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、国の言葉ですね、ボスニア語で言いますと、イボットというのは alive、生きている、もしくは life、生命という意味です。ですから、このような形でですね、1500年後のイエスは、ミケランジェロという画家を通して、イボットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イボット、すなわち生きているという意味です。すなわち、この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時には、まだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。すなわち、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわち、その日には、レオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れ、
ミケランジェロ・バラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。で、ここに十字架を持った、イエス・キリストですね。そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、両者をですね、対立させることによって、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じって言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。険悪な雰囲気であることが、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは、先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは、少なくともカトリック教会と言いますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じく、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのペーター像を通してシグナム・バラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して、実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。こうして、1500年後のイエス・キリストは、システィーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、十一種ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。で、この数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてこのここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかし、カシナの戦いの中に出ている文字と比較してみますと、IVOT イコールイボと、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまり、イエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわち、ミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱して、この謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね。そして50、この5はですね、カシナの戦いの中に出てくる、5と大変似た、似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので、 I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト、聖書のカインであり、そしてイボット、ボスニア語で
生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。ミケランジェロウェブサイト writes about this The Expulsion of Adam and Eve inCapella Sistine, painted by Michelangelo Buonarroti, like this. The central pillar consists of the tree of life, wound round by a veiny serpent with a woman's head. To the left is another pillar made up of Adam and Eve in a mostly luxuriant setting with Eve holding the apple.Offered her by the female tempter in the tree. The other branch of this tree extends into an airborne avenging angel with a sword that points to the expelled, ugly, veiny, aged figures of Adam and Eve who make up the right-hand column. This side of the scene is desolate. The whole scene is meantTo be read from left to right, showing the consequence of Eve eating the apple from the tree of knowledge, leading to Adam and Eve's banishment from the Garden of Eden. ミケランジェロ祭とは、カペラシスティーナのアダムとイブの追放の絵について次のように説明しています。中央の木は生命の木で、女性の頭を持った蛇がそれに絡んでいます。その左側にもう一本の木があり、イブは誘惑しようとする女性によって差し出されたリンゴを手に持っています。空中には剣を持った天使がいて、その天使が年老いてみすぼらしくなったアダムとイブの方向を指し示しています。全体としては左から右へと流れ、知恵の木のリンゴを食べたイブの話からエデンを追われるアダムとイブの話になっています。簡単に言えば、左からアダムとイブ、中央に下半身が蛇の女性、そして右では天使がその結果として年老いたアダムとイブをエデンから追い出している絵だというのです。天使はその剣で方向を示していると。が、本当にそうでしょうか。私、林浩司の解釈は全く違ったものです。浩司林、浜松City、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。アダムとイブの追放の絵ということになります。左からアダム、これは問題ないと思います。その右にいるのがイブということになります。そして中央の木に絡んでいる人物について、以前は
リリトと解釈されていたようですけども、セントジェロームの翻訳したラテン語のバルガータ聖書によるとですね、リリトイコールラミアとなっています。ですからここに描かれているのは下半身大蛇の魔女ラミアということになります。そしてその右にいるのがカイン、アダムとイブの子供ということになります。そのカインの妻がアワンということになります。まあ、こういう構成ということになりますが、でその上に天使がいます。でこの天使が問題です。一般説によるとですね、天使がアダムとイブにですね、剣で方向を指し示して出て行けと言っている様子だというのです。そこで剣をよく見るとですね、剣の先がアダムの首に突き刺さっているように見えます。つまりこの天使はアダムの首に剣を突き刺しているということになりますが、話がおかしくなってきます。そこでこの人物、右の人物をカインと捉えます。その理由はこれから少しずつ話していきたいと思います。つまりこの天使はカインの首に剣を突き刺しているということになります。話を先に進める前に一つ重要な点について外堀を埋めておかねばなりません。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。この中央の女性に注意してください。この女性、一般にはマリアというふうに説明されていますが、このマリアの体とその背景にある岩が一体化しているのがわかります。明度を上げてみると風合い、色、そして描き方がですね、一致しているのがわかります。つまりここに描かれているマリアなる女性は下半身大蛇のラミアということになります。魔女中の魔女ラミアということになります。そのコンセプトは左下のミケランジェロの描いたアダムとイブの追放の絵の中に描かれている下半身大蛇の人物と一致します。つまりこのような形でダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは私たちにマリアイコールラミアであることを教えたということになりますが、ラミアというのはマリアという名前から作られたアナグラムであることも忘れてはいけません。わかりやすく言えば、ミケランジェロなる画家が描いたとされるアダムとイブの追放の絵の中の中央に表現されている下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。以前作りました動画をどうかご覧になってください。マリア in Version of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Version of the Rocks is Lamia with aserpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body.
It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo, or Jesus, after 1500 years, let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. つまりこのアダムとイブの追放の絵の中に描かれている中央の下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。そしてそのラミアの天使が剣を持ち、右の人物の首に剣を突き刺しています。これがこの絵の基本的な構図ということになります。この赤い丸で囲んだ部分に注意してください。方向を示しているということですけども、果たしてこれが方向を示している剣ということになるのでしょうか。ではどうしてこれがカインであるかということを説明しますが、その前にミケランジェロ自身が大変重要なメッセージを私たちに残しています。ユダヤのゲマトリアについて説明しておきます。言うなれば暗号ということになります。言葉や単語を数字で表します。例えばキリストは77です。聖書のは50となります。そしてカインは27となります。このような形で単語を数字で表すということになります。でもう一度ここを見てください。キリストは77、ビブリカルは50、そしてカインは27となります。
キリストは聖書でいうところのカインとなります。この数字をミケランジェロはカッシナの戦いの絵の中に隠し込みました。このカッシナの戦いの絵の中にはその数字が隠し込まれていました。左から775027となります。つまりこのような形でミケランジェロはですね、未来の人間、私たちの人間にメッセージを残したということになります。キリストというのはね、聖書でいうところのカインのことなんだよという意味になります。つまりカインこそが救世主イエス・キリストであったということになります。で、右から2人目がカインということになりますが、なぜカインなのかと疑問に持たれる方も多いと思います。右から2人目はカインです。その証拠がやはりカペラ・システィーナの壁画に残っていました。もう一度注意深く見てください。この人物の顔を注意深く見てください。そして左が最後の審判の壁画ということになります。この壁画の中心部に書かれているのが救世主イエス・キリストということになりますが、拡大して比較してみるとこの両者は違いがないという点で、私林博氏は同じ人物イコール救世主イエス・キリストと判断しました。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。特にカインイコール救世主の鼻に注意してください。顎の様子も同じです。耳というのは個人差の大きい部位ですけども一致しています。そして髪の毛ですね、多少の年齢差は感じますが、この両者は同じ人物です。そしてカインにはヒゲがありませんでした。弟アベルを殺した罰によって誰にでも分かるように顔を落とされました。つまりヒゲを落とされたと私林博士は判断しています。それがカインにつけられたマークということになりますが、それは今日のポイントではありません。ここで重要なことはカインイコール救世主キリストがマリアのエンジェルによって剣を突き刺されているという点です。なぜこんなことが起きたのでしょうか。それについての動画はこの後につなげておきますが、今一度ここに描かれているのが救世主であることを確認しておいてください。白い四角で囲んだ部分に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグラム・マラーノ、つまりマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒の言うなればハンドジェスチャーということになります。ミケランジェロはそのハンドジェスチャーを使ってここに描かれているのは神ということを表したということになります。ついでながら右下のアダムの創造という名前がついている絵の中に描かれているアダムはアダムではありません。イエス・キリスト自身ということになります。顔が一致します。まあ、これも今日のポイントではありません。今日のポイントは考えるだけでもそら恐ろしいことということになりますが、中央の木に下半身を絡ませているのは聖母マリア、ラミアということになります。そしてラミアの天使が剣で救世主イエス・キリスト、つまりカインの首に剣を突き刺しているという点です。つまりここにマリアとキリストの底知れぬ、つまりは壮絶な生死をかけた戦いが表現されているということになります。もっと言えばシスティーナ礼拝堂のこの
アダムとイブの追放の絵はアダムとイブの追放をテーマにしながら、実はその向こうで壮絶なマリアとイエスの闘争を表現した絵ということになります。まさしくイエスを殺害するマリアの絵ということになります。続く動画の中でさらに詳しく説明します。 Bye for now。Philip McCourt of National Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy,but appear to be virtually blank. But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo?ロンドンナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートはミケランジェロが描いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのはそれが未完成の作品であることである。第一に驚くのは未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。それはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで奇妙なのか、その前にこれは本当にミケランジェロ自身の作品なのかなどなどと。広し林Hamamatsu City, Japan. この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。
この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。で、この両者を比べてみると全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネチアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはヴェネチアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この赤枠をつけた人物はイナンナということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。イナンナに注意してください。
話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナです。どうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、つまり右からですね、イナンナ、イナンナとなると一番左の人物もイナンナとなるわけですが、なぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中にその謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna,And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video.1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します。聖母マリアはイナンナのことであると、その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナ、イシターということになります。マリアイコールイナンナ、
つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となるとミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels,
referred to in the New Testament epistles, attested to by other ancient sources, and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? His Son of God, then, why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は、紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となると、これは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。
しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵。Thank you.